薩摩焼酎薩摩焼酎は、鹿児島県で製造される芋焼酎。種類の地理的表示に2005年に登録されている。鹿児島県の広範囲を占めるシラス大地は、水はけがよく地下水位が低いため、原料となる薩摩芋の栽培に適しており、近世から芋焼酎の生産が盛んに行われてきた。薩摩焼酎には、香りと調和した。 甘く濃厚な味わいがあり、口当たりが滑らかである。また、難航して負けたものが飲むという伝統的な風習もある。2012年の統計では、鹿児島県の成人一人当たりの種類消費量は、本格上柱が26リットルであり、47都道府県で唯一ビール以外の種類が1位になっている。鹿児島県の製造品出荷額で、 焼酎は10%を占めて3位となっており、産業的にも重要な品目となっている。国税庁の地理的表示の対象となるためには、以下の要件を満たす必要がある。なお、ここでの鹿児島県は、奄美市と大島郡を除く。2015年の調査では、鹿児島県産のサツマイモのうち43%に、当たる14.3万トンが、 小中原料として使用されており、地域の農業生産や経済にとって重要な存在となっている。1966年頃から使用された小金洗顔が風味や甘み、高い収量を評価されて1980年代以降は主流となっていたが、貯蔵性や形状に重点を置いて品種改良した薩摩まさりなども2007年以降は普及が進んでいる。 1994年に登録された焼酎向け品種、ジョイホワイトの開発には、九州沖縄農業研究センターと、鹿児島県工業技術センターに、焼酎メーカー5社が参加している。サツマイモは、タンブやヤマイコンブを除去し、場合によっては皮を剥く。黒麹菌や白麹菌によって作られる麹の原料は主に米であり、一部では、サツマイモも麹作成に使われる。 麹と水、酵母を混ぜた一時もろみで十分に酵母を増やし、蒸したさつまいもを加えて二時もろみを8から10日間発酵させる。発酵後のもろみはアルコール度数13から15度になっており、これを蒸圧で蒸留した後熟成させる。薩摩金山像で熟成している薩摩常駐2017年、現在、鹿児島県酒造組合に加入している。 小中メーカーは100社あり、原子を供給する引組合員も含めると114社に達する。1社を除いて全て資本金3億円以下の中小企業で、うち61社は資本金1000万円以下である。生成数量が2000キロリットルを超える大規模な事業者は17社あるが、400キロリットル以下の事業者が60社と全体の62%を占めている。 2017年の鹿児島県内の本格上駐生産量は147,224キロリットルであり、そのうち28,880キロリットルがおけ売りによって製造業者間で取引されている。サツマイモの収穫は9の10月であるため、サツマ上駐の生産は9の12月に集中しており、それ以外の季節は麦上駐などを生産して、 大分のメーカーなどにおけ売りしているという特徴がある。伝統的な製法は、南薩摩市笠佐町黒瀬地区の黒瀬当時、同市近方町あた地区のあた当時などの当時によって、製造技術が継承されている。また、薩摩酒造などの大手メーカーは、自前の研究開発体制を整えているほか、鹿児島県工業技術センターや、鹿児島大学農学部の焼酎。 発酵学教育研究センターなど公的機関による研究、開発も行われている。薩摩国の伊佐には、A62 年に焼酎に関する日本最古の記述がされた胸キ札のある氷山八幡神社が位置し、中世から米などにより焼酎が作られていた。三国名勝図絵には、焼酎の製法は中国から琉球王国経由で薩摩藩に伝わったという記述がある。 宝永2年には、琉球王国から薩摩の山川に、さつまいもが伝わり、水はけが良くて稲作に適さない、しらす大地での栽培が急速に広まった。18世紀前半には、さつまいもを用いた芋焼酎が藩内で作られていたと見られる。18世紀後半の天明年間には、自家醸造を含めて、鹿児島城下の山頂で350軒以上、 藩内では3700件以上が焼酎を製造していた。同期間に薩摩を訪れた最遊記には、薩摩では良好な日本酒が得られないため、ほとんどの人は焼酎を飲むとある。また、米焼酎は米焼酎、芋焼酎は辛いもん焼酎という名前で呼ばれていた。19世紀半ばに島津成明がサツマイモの栽培を奨励すると、 製造技術の進歩もあって、薩摩藩内の焼酎原料は、米から芋に推移していった。この頃、八丈島には遠筒に処せられた薩摩商人によって、芋焼酎の製法が伝わっている。明治初期の薩摩県分期によれば、当時の薩摩には、地場産の貝餅酒と、焼酎、琉球産の泡盛、上方などの日本酒があり、安価な焼酎が、 最も広く飲まれていた。1898年12月には自家用種の製造が禁止されたが、当時の南九州には販売目的の焼酎製造者が少なく、密造を防ぐため集落ごとに共同の製造場が設けられるようになった。特に芋焼酎については、岩川や鹿屋以外では市販品が流通していなかったが、1900年になって日置軍から、 鹿児島市向けに出荷が始まったのを契機に、鹿児島市内でも商業目的の生産が始まった。勝正則が鹿児島税務監督局長に就任すると1911年から翌年にかけて、焼酎製造場の整理を断行し、70%減の485場まで製造者は減少している。また、明治末になると麹とさつまいも 水を同時に仕込む一段仕込みに変わって、日本酒のような二段仕込みが行われるようになり、さらに一時もろみ二時もろみと分けて仕込みを行うようになっていった。また、同時期に、気候時菌から黒麹字菌への切り替えも進み、クエン酸の生成によって、雑菌の繁殖による不増を避けられるようになった。これによりアルコール収得量が20%から30%に、 大きく改善され、香りもすっきりとして灰カラ上駐と呼ばれた。対象に入ると、工事原料には、トコゴメと呼ばれる、外米材料が用いられるようになり、1913年時点の鹿児島産上中の平均価格は一国あたり55円だった。焼酎価格の低迷を受け、1924年から、鹿児島県酒造組合連合会は、自主的な製造制限を行い、 さらに1932年には過去3年間の生産量の10%減を罰則金付きで制定している。第二次世界大戦が始まると自主規制から国家総動員法による生産規制へと移行していった。1942年にはサツマイモが配給制の対象となっている。1950年になるとサツマイモが統制から外れるなど原料が安定して、 供給されるようになり、収量は50から60%から76%程度まで向上した。また、この頃に白麹菌金の使用も始まっている。一方で、販売競争が再び激化したことから、1954年から1968年まで、鹿児島県内で生産総量の自主規制が行われた。1957年からは、 従来の容量300から500リットルの亀仕込みに変えて容量1800から6000リットルの金属タンク仕込みを行う業者が現れている。1970年代の第一次常駐ブームでは、薩摩酒造の薩摩白波などがヒットし、福岡市など北部、九州まで芋常駐の市場が新たに広がった。一方、減圧上流法の進展による淡麗な味わいの 麦焼酎などが中心になった1980年代の第二次胸中ブームでは、粘度が高い芋のもろみを使うため減圧上流に、向かない芋焼酎には大きな売り上げ長はなかった。その後、魔王や勇などの銘柄が人気を博し、幻の焼酎と呼ばれるようになった。1989年には、鹿児島健康業技術センターが事務局となって、 本格上中技術研究会が設立され、単独の技術開発が困難な中小メーカーも生産技術を進める体制を整えていった。また、鹿児島県では、焼酎メーカーが主導するさつまいも生産組合が、焼酎の仕込み時期に合わせた栽培計画を立て、メーカー側も県内産のさつまいもを積極的に使用するなどの緊密な取り組みが進み、これらによる、 サツマイモの品質向上によって芋上虫の風味改善なども進められた。このような品質向上などの取り組みが進んだところに2000年代の第三次上虫ブームが発生し、九州外向けのサツマ上虫の風演出数量が2000年から2007年の7年間で約2万キロリットルから約8万キロリットルまで4倍に急増している。この第三次ブームでは、 大手酒造メーカーの小中市場参入が多く見られ、宝酒造の一国者を小牧醸造、サントリーの黒丸を浜田酒造がそれぞれ生産している。2005年には国税庁の種類の地理的表示に登録されている。ありがとうございます。